お疲れ様です。今日ですね、世界一の貴重なリプレイ紹介していこうと思います。というわけで、シーズンが終わりまして、なんと前シーズン世界一だった猛者からね、はい、リプレイをね共有していただきましたんで、そちら紹介していこうと思います。でそちらね、なんと世界一のプレイヤーがこちらね、クラニオンさん、キダッシュさんです。はい、日本の、はい、トッププレイヤーかつ、なんだろう、元プロ仲間でもあり、まあ同期といいますか、まあただの友達です。はい、キダッシュさんがね、世界一取りましたというわけで、まあ知ってるね方も多いとは思います。まあ僕はねめちゃくちゃ得意なプレイヤーですね。はい、公開のホグ使いです。というわけで、まあキダッシュさんがね、世界一、マジですごい、そのマジですごいし、なんかマジで面白い、面白いって言ったら失礼かもしれないんですけど、キタシちゃんがね、リプレイいっぱいくれたんで、いろいろ見ていこうと思います。で、ちょっといっぱいもらいすぎてね、まあ、全部を見る時間はないので、まあ適当に、はい、見ていこうかなと思うんですが、まあ世界一位昇格戦、なんか最後勝ったら世界一位の瞬間の試合が、世界チャンピオン、はい、まあ世界最強とね、言われております、モハメドライトですね、フラッシュライト、はい、モハメドライトです。だったらしい。すごくね。最後勝って世界1位になった瞬間のその試合は、言ったらね、現世界最強みたいな男をね、しかし芝居手の1位というわけで、早速ね見ていきます。で、キタシちゃんが使ってるデッキは、まあそんななんか多く使われてたデッキではない、なんか高回転ラムデッキですね。はい、ゴブリンマシーンも入ってる高回転ラムで、まあモハメドライトは、まあ少し前流行ったのはもうロケ削りですよ。はい、ああ、クララは守ればいいんでしょって。ああ、俺は守れるよっていうデッキですね、モハメドライトは。で、キタシちゃんだけなんかまあ、なんかホグ、ほぼホグ。なんかホグの枠をラムライダーにして、まあなんだろうね、ナイトやバルキリーの枠がゴブリンマシーンになった。多分ホグだと思ってんだろうな、キタシちゃんは。なんか高回転ラム。まあ呪文だとライトニングっていうのもレアかな。まあ多分テスラかな？なんかテスラもね、流行ってんすよね、ここ最近ね、強いんでね。だからまあそこを突破できるようなライトだとは思うんですけど、はい、まあどんな感じで戦ってんのかね、見ていきます。で、世界一フィニッシュしたキタシちゃんと、シーズン終わった後に、まあ一緒にゲームしたりして、いろいろ話して聞いたんですけど、なんかラムライダー後ろから出しときゃ強えよこれっつって、なんかやっぱラム端前から出すと一応5コストいるんで、ライトニング打つコストがなんかないみたいな、あんま打てなくてって言ってて、結構後ろからラムライダー出すの強えよっつって、2周目で入るね、かますで行くねっつって、はい言ってました。はい、まあでも結構ね、積極的にラムライダーを出すらしい。うん、なんか飛ばし毒って釣ってた。まあでも多分ホグだと思ってんだよね多分ホグだと思ってね、めっちゃ飛ばしてはいるんですけど、まあ突進入るだけででかいんだよね、ラムライダー。突進するまでの時間がね、少し前のバランス調整で、おお、そんなかぶり強くなったんだね、ラムライダーも。で、なんかこの動画多分上がってるタイミングか、まあ、上がってちょっと経ったぐらいで、ラムライダー顔されます、残念なことに。なんですけど、あ、まあプリンスもね、なんですけど、あんま変わんないです。というのも、なんか走るまでが今まで3マスだったのが 1.5 マスになったんですよ。だからすぐダッシュする、今のね、ラムライダーとプリンスは 1.5 マスでダッシュなんですけど、それが2マスになる。なんで、まあ元が3なんで、まあだいぶ強いまま、3が 1.5 になってそれが2になるんで、正直そんな変わんない、全然まだまだ強いんじゃね、壊れなんじゃねとは思ってるんで、使えるとは思います。はい、でロケ削りに対抗するように、まあ攻めるものの、なんか負けそうだな全然なんかロケか、まあ、こっからね、どう刺すのかってとこですよね。まあ、マシンの後ろのラムライダーがね、やっぱ強そうなんで。さあ、テスラでね、ハシマイプリンもケアしなきゃいけないですよと。さあ、後ろラムね。いや、これですね。後ろラムすることによって、この2周目のね、テスラを回せるんです。テスラというか、ラムライダーを回せるんですが、相手の防衛もね、うまいが、そこはね、しっかりライトニングでね、無理やり使わせた、そう、ここの次のラムだな。ここ今、テスラ使った後なんで、さあ、行きますよねと。いや、でも、いや、ライトもうめえな。今のタイミングでハシマイプリンするか。やらしいな。まあでもね、ライトニング、不意打ちライトニングはね、
ライトも嫌だろうかな。さあまた後ろからね。で橋前プリンもねしっかりケアしてますね。マジ化け物 VS 化け物の試合なんだねこれは。さあ後ろラムね結構徹底してるっすね。でまあライトニングをね打って、まあこれはプリンにしか当たってねえ、当たってねえよな、当たってないがリトプリか。まあ削りもあると思います。うい橋前行くねからの行くね。いやライトニング打ちたいな。でコストこれだとギリで、ね、足りるかどうかみたいな。いやでも熱い、ナイスピ。え待って入ってる。え今のラムの突進で700ちょい削ってる、でかすぎん。いやでもロキ削りがある。いやあライトニングを、いやエラーすぎるこれ。ライトを回すね。いやスケアイスピのウッドで回転早いんで、うわ偉い。で橋前プリンもケアしながら、うわ偉い。最後考えたな、ラムライダーを通してもよかったんですけど、やっぱ守られてロケ削りで負けるんで、最後ライトニング2周回す作戦は、えさすがだね。まあでもこれで世界一位到達してるんでね、うわすごっ。最後のねライト削りの判断はまあ素晴らしいですよと。まあロケット星がこの矢の雨とかにしばかれるこういう試合もね面白そう。結構重要だと思うんですよねロケ砲って。これこのデッキロケ砲行かれた時になんか守んのがね渋そう。おん？なんか面白そうなディガーは来たが、ワンチャンロケ砲読みまであんのかな。このトロトレだとねデッキバレもしてそうだし、うん。さあ行くね、マシンを延命するようなラムね。えここででも今ラム行くんだな、まあ、相手がなんかディガーまで使ったからか、コストちょっと使ってはいたんで、まあそれもあったかもっすね。でもなんか橋前ラム行くんだって感じだな、単品でね言ったら。さあじゃあいい、まあこれには合わせるかちゃんと。うん、いやーでもなんか柳雨でロケット押し行かれて、なんか2周目のロケット押しもサイコファイボでも行かれるしディガーでも行かれるんで、この試合結構きつそうだけどな。あースケでちゃんとねクッションを置いてマシン延命してんの偉いね。まあこういう1コストの使い方がやっぱうまいよね。アイスピー、うん、いやーもうなんかホグ使い出身だね、立ち回りではある。橋前から安全虫出して、いやーマジで、いやでもこれなんか行くだけ強そうではあるがカウンターも怖そうじゃない。あーロケ砲までね、うわーこれ強っ。矢波も使わして自陣で1コスで美味しくね、うわーやらしいね、なんか攻め方がダッシャンプレイに出てんな、なんか。あいやここはテスラで耐えながらだか、いやこの位置のテスラもいいね。逆サイのダガーがね打ってくれるんですよ、1個高いとね打ってくれないんでね。さすがにここはあライトニングね、さ防衛で使うライトニングも強いですよと。まあ削りもできる。えおい何それ、え何何そのラム、今の何これ見せプ、え別にプリンスがしばけてからでいいやん、今のはさ横にプリンスをってラム出すか、おい何何何それ、何そのセクシーラム。なんかえ今のラム何よ、スケで受けるからって、いやマジホグ釣りみたいな、ホグだと思ってんだよな、ホグ感覚で飛ばすな単品ラム。さすがにここはゆっくりか、うわ今のプレイ激エロじゃない、何あれ、うわ早っ、もうライト削りだ、ライトウッドライトウッドとかか、判断が早い。いやーロケをやらめで行かれるがそれまでにね一発ってら十分と、うわーうめえな防衛も余裕があるな。さあライトニングで落ちんのか、え
橋前ナノラム別にあーじゃなくてもいいやんと思うが、まあなんかあのタイミングがいいんだろうな多分。うん、アゴニーキングね、世界一のスパーキー使いね、あのタイミングがいいんだろうな、刺さるっていうね。うわー、あれ俺もやろあれやろ、あれ俺らがやったらなんかラムライダー半分ぐらい削れてますよ横から槍伸びてくるからな、あれっつって違ったかって。さあウィザードを抑えたこれ行くんじゃねえ、マシン行かないのか、ちゃんと守るんだね。いやーこれしょっぱライトニングか、守れんのか、ウッドちょっと怖くね。いやーこのアイスピでテスラを残すのがうまい、これ残ってなかったら終わっていたが、え、あーうまい、そのスケの位置で、あーうまいな。いやでもなんか相手のトレもやらしい、いてーこれテスラ出すか、いやー許容か、うわあ、苦すぎるダメージだな、これ。ジャイプリナイトか。カッチカチやで、おい。いや、まあ一旦ね、まあプリンスがいないからの、飛ばして。おぉ、シールド壊れたのでかいな。いや、単品ラム、意外といくね、本当に。結構雑に飛ばすっすね。まあホグだと思ってんのか。いやーまあスパーキーには防衛ライト打てるが、アイスピに打たせて、まあロケはこれボイドでも行かれるしね、延命が。いやーまあ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 、まあ、さあ来るね。まあ、防衛ライト打つかな。うわ、ルート強制か、これ。えら。やばい。なんか、いろいろと。やばいよー。キザイシャーン。キザイシャーン、やばいよー。なんか、よくある負け方だ、俺らの。こうやって人は負けていくんだよな。わ、でも、多分勝ってたもんな。これ、ラム行くんじゃね？進化テストあるしな。いやー、この一発もでかい。いやー、ロケ砲まで行くんだね。でも、これがうまいんだろうな。普通ロケ砲スパーキー防衛で使いたいけど、攻めでやっぱ使うことによってそこにコストを割かして、アイスピ、いや、うまいな。うまいな、ラム。え、マジめっちゃ単品ラムいくな。止まんねえからか、結構コスト使わなきゃ。うわ、入ってる。ライトニング打っとけんないや。いや、ロケこう。やらしい、これ、一回一回。うわー、うまいね。プリンスも。へえ、いや、俺ね、できないな、分かってても、なんかラムはね、そんな単品で飛ばさない？お、ミラー対決使ってるやん。ラムってあんな単品で飛ばすものなのか。形を組んでね、飛ばすイメージがあるんだよね。ランバーラムとか、ペッカプラスラムみたいな。ナイトの後ろのラムとか、マシンの後ろのラムね、それこそ。結構単品でガツガツいくね。まあ、それが多分いいんだろうね。コスト使わして。なるほどね。そして今回 SK ファースト、まあ、海外プロ、そして、今シーズン、まあ、前シーズン。北ちゃんが世界1位のシーズンで、世界2位だった男ですね。ちゃんとそこもね、分からせてる。お前はちゃんと2位やでっていう。かまし屋だからな、北ちゃんは。すぐかますで有名なんだね。うわー、うまい。ウッドからのスケでね、ザップのケアまでしっかりと。1位、もうこのシーズンの1位 VS2位ね。いやでもこれもなんかやなめで、ロケ砲飛んでさ、守んのむずそうだけどな。守れんのか。あー、え、マシンから行くんだね。ラバにはマシンを合わせますよと。ワンチャンラムまで行くか、構えてんな。行くっすね。あーで、あーコスト使わせてマシンがラバを溶かしてみたいな。おい、
いや、ゴブリンマシン、こう見るとすげえ優秀だな。しかもね、ファースト側は、まあ、施設とかもないんで、結構ラムライダーの突進を防ぐのが難しいんだよね。そこにコストを割いたら、みたいなね、にもなっちゃうんで。安全飯。からのラム行きたそうだよな。ロケコからのラムか？さすがにいか、いや、行くんやな。なんかプリンスもフェニもいて。うわー、すごい。いやー、ホグ使いのウッド出てんな。テスラ置いて。いや、うまいな。まあでもここだよな。攻めた後の、いや、このラバをね、基本守れないんだよね。さあ、ロケット奉仕から。いやー、ライトニング、打ちたいな。地雷神、うわー、えら。いや、アイスピー、ここのアイスピーうますぎん？さあ、ロケオ出して、うわ、ロケオが寝てる、まずい、進化出てるよ、熱い。いや、しかもすげえうまい。なんかちょうどいい時に進化テスラあるね。いや、でもやばい、テスラがない。攻めんのかこれ、端前。おお、一回アイスピーミスっているが、いや、一回守るんだな、ちゃんとここで。あー、で、ボエド撃ったらテスラが、いや、うまいな。許容、これが許容ですよ。ラバのダメージで仕方ない。しかも突進が、うい、でかい。この許容だよな。いや、あともう一回マシンの後ろにラムつけたら、相手視点きつそうで割るが、いやー、ライトニング削り、一応ライトニングプラスウッドで落ちるかな。さあ、ラム飛ばしてウッドで縦線剥いで、うい、さあ22、まあ、ライトニング圏内ですね。いや、うめえ、なんか防衛ガップうまいな、あれあ、ライトニングあれか、一応飛来心が怖くて、それもまた怖いがさ、ウッドを回して確実にね。冷静なキタシちゃんもいます。いや、うまいな、なんか防衛がそれ守んだっていう、ちゃんと守るね。そしてペドロ、ペドロはまあシーズンフィニッシュも世界一桁かつ、まあ昨年の世界大会2位ですね。世界チャンピオン向きの世界2位がペドロ。だからマジ化け物を分からせまくってんな今は俺やでーっつって、止まらへんでーっつって、まあ、マジですごいな、キタシちゃん VS ペドロね。ペドロはゴブ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 デッキね。いや、まあこのマシンとダイナマイトゴブリンの防衛がむずそうぐらいかな。まあ、ロケ砲が強そうではあるが、言うて呪いプラスのね、さあ、ウッドか。いや、これもうまずい。なんか無駄なコストを使わないね。余裕の防衛だね。まあ、ドリルか。まあ、ドリル。ドリルか。まあ、ライトニングはちょっと刺さりそうね。暇してんな。え、ケツラムそんな出すんだな。まあまあまあ、ユニット防衛だったらライトニング打つし、まあ一旦手札回しでもいいしみたいなね。さあ、ロケ砲を出しまして、まあこっからだよな。マシンダイナマイトの形が嫌なんでね、これ。え、あー、まあテスラが回ってないよー、なのラム。え、うわ、進化ザップうま、え、うわー、いや、でもこれともね、実はめちゃめちゃ偉いみたいなとこある。
今のでロケ砲や、まあ、マシンを出すとその他が苦しくなるんで、まあ、今のをね我慢してウッドだけで耐えるのがやっぱそのなんだろうな、まあ上手いプレイヤーと本当のトップとの違いみたいなやつか。トップオブトップはね少しぐらいのダメージはね今みたいに許容するんでね、無理して守っちゃうとまあその後やられちゃうよねっていう。ウッド、いやなんか気づいたら気づいたらなんか流れが来てんな。さあラムも入ってライトまで打ってダメージ稼いでね、まあでもこれに繋がったのもあそこのウッドをねしっかり我慢して我慢してユニットも出さずに本当我慢したからこそのね許容したからこそのエリクサーですからね。いやー端前止めてからのあー許容してウッドか、いやうまいな。多分アイスピで拾いたかったんだと思うんですけどアイスピ使っちゃったんで、まあスケ出してもね多分呪いもあるんで何も出さずにまあダガーだけでゴブリンの一発ぐらいは許そうっていう。いやその許容マジでうまいな。これは多分アイスピーからのウッドか、うん完封っすね。いやあとも端前止めてんの徹底してるんで、いやうまいな、圧倒してるわペドロ。さ端前止めね、もう端前入れさせんぞっていう。いやしかもこの逆サイドロケコもうざいな、カウンターに繋がんないかなペドロ側も芝居とも。いやーでテスラが壊れたらラムを飛ばす、うわエロいこれ。でアイスピュットか、テスラがあるなら私はラムを飛ばさないよと。でもあなたがテスラを抑えたらラムを飛ばすよと。いや待ってここのスケでさえもうまいからのアイスピュットか。いやーすあっあそういうこともありません、北下も人間だったか、安心安心そういうとこもありません。いやでもこれ端前でちゃんと止めてんのが偉いね、これダガープラスウッドでね仕分けるんで。うわーしかも気づけろ、まあ、ミサイル祭りやおい。さあライトニングでダメージ稼いで、まあ残り10秒なんで適当か。うわーいやうまいな、やっぱこの相手によっての立ち回りもちょっと違うね。今回はまあドリルを守れば勝てるだろうの端前でしっかりドリルをね止めまくる、ドリルというかユニットをかでウッドプラスのアイスピか、まあ、ウッドだけで守るみたいな徹底してたな。少しぐらいのダメージはいいよねと、まあ、そういう許容もね偉いな。まあ世界一位の北シャン様ですからいやマジ北シャン世界一おもろいな、マジすごいんだけどな、マジすごいんだけどマジおもろいが勝つんだよなマジすごい、うん。いやマジでねすごすぎるよね、このなんかここ最近の煮詰まったさ、本当に世界上位もモサしか、モサというかもう同じようなプレイヤーしかいない、言ったらね見慣れた光景をね破壊している。そして今回はゴーレム、うわーゴレプリンス、トルネのロイズアップか、なんか守んのむずそうだよなどうやって守るんだこれ、行くのかな、行かないんだよくわかんねえな。いやここでは行くんだいやーでもいやこれで800ぐらい入んの強すぎるか、うわー防衛ブズ、テスラ置かないんだ、あーマシンでね。いやーでもミサイル一発、いやーまあこれで200削れんのもでかいな、アイスピこれいるのかな、あーまあ無視できなそうではあったか。いやでもこれ形組まれた時の防衛むずくね。さあ来た、飛ばすね。このラブ
飛ばすんだね。ああ虫か。いやまあでも削りにはなるか。だからマジホグぐらい雑にぴょんぴょん飛ばすね。からの、まあ、守れば勝ち。サスケクッション、うまい。うわー、ウィザードが壊れ、え、テスラ釣られてはいない。いやー、呪いザップでロケコ飛ぶの痛えな。ゴブリン隠れてやがる。あれうっと、いやーこれゴブリンね気づいてないっす。残念。いやー止まんねえか。うん、いや強っ。ゴレプリウィザード夢あんな。なんか破壊力バケモンすぎん。さあこっから難しいよこれ。進化ボンも強いしな。テスラ置いて、いやラムライダーは行かない。一旦防衛の構えね。いや進化ボンバー怖すぎる。やめて。それでからのボンバーは、ボンバーは全然来ない。おお、え、この噛み合いやばいやばい。ボンバーいる。いやボンバーいるが、いや進化テスラか。おい、いや怖すぎるだろ。今の怖すぎるだろ。お互い噛み合いやばくね。お互いのタイミングの思考が一緒なんだろう。まあでも進化テスラあったからいったかもね。北ちゃんはあー進化テスラで俺守れるわーっつって多分ね行った可能性はある。うわー最後のラムもね止まんねえよ。真ん中で竹取ってもうやらしいね。なんか立ち回りが。いやうまいなーマジで。ちょラム使いてー。これあんな単品でラム飛ばしていいんだね。まあ今回クロスなんで難しそうだけどな。雑に飛ばすに飛ばせなくない？どうなんだろう。まあケツラムこれはね多分やんないかな。やんのかな。いやちょっと待ってんな。いやそうね、ロケット押し出しても普通に逆サイクロスとかいろいろやられてラムロケを簡単にキングけどだし、テスラ置いてもクロスだし、ケツラムしてもなんかクロスくるし、うん、対クロスだけなんか立ち回りむずそうだなこれ。まあ、2倍タイムになると多分ライトニング打てるようになるんで1倍は耐えたい。ラム行くのかな、行かないのか。まあテスラ残ってるしな。さあまあ一旦ね。おお、行くね。今のはまあテスラを割いてたから結構コスト使わないと守れないよねのラムか。わあちゃんと飛ばすんだね。でもまあキングけど痛いけど削り優先か。さあクロス、なんかクロス受けるだけで大変そうではあるが、うまい。低めでミサイルも撃てるかつテスラでも守ってる。いやーこの高めないともうまいね。マシンのロケ入らないようにしてんね。あー本当に猛者対決。いやーこれラムライダー多分あんま出さないんかもね今回の試合は。カウンターがねクロスは考えなきゃいけないんでそれ以外で頑張って回してんな。いやうまい。でテスラが壊れてからのラム追加ね、これうまいね。いやロケ砲入ってんだそれで。まあクロスをケアしながらの高めマシンか。おー低めなんだね、怖っ。いやークロス読みね、低めに出した瞬間だったんで。からのいやここはライトニングあるかな、行くか。
いやいい、タワーに入れないユニットと施設を絶対に倒すライトニングで、いやうまいな。シンカーチャー咲かせたのもでかいか。安全ミシー。いやうまいな。まあでもダメージほぼトントンだからな。最終これ削れなそう、お互いライトニング。いやーここは打たないか、コスト使いすぎちゃうんで。うっぬい、目良すぎだろ。いやーこれまずいね。リクガスケアイスピーからのテスラ。あーうわえら、うわー攻めてからのテスラ防衛か、うまいね。多分進化テスラ置いて守るだけだったら進化テスラで逆に破壊されて終わるんで、今の受け方うまいよね。やっぱ高回転使いって感じがするっすよね。慣れてる。いやーこのファイボ削りにはさ、ライトニング削り来たよ。呪文削りタイムだ。ウッド？いや、ウッド行かないんだな今のも。打っちゃいそうだけどな俺なら。ちゃんとクロスの負け筋も考えてんだろうな。コスト使っちゃったらね、ワンチャンを掴まれんのも。わあ残り30秒か。これお互いもう呪文投げ合うか。地獄のね、絶望の始まりでさえ。まあこれが強いんだねクロスボウはね。でこのラムデッキもでもこれできんの強そう。ウッドとライトニングで1コス2枚でもあるし、最後はまあライトニング打って、おーすげえ試合だね。いや一回テストラドナイトにライトニング打ってラム通したとこ、あれが勝敗決めたかもね。わうめえな。1コスとかもなんか無駄ないしね、さすきたっしゃんよね。まあ他にもねリプレイあるんですけど、まあそれはねきたっしゃんも多分上げてると思いますんで、まあぜひね、北チャンネル、概要欄貼ってますんで、そちらからね、ぜひチェックしてみてください。まあよく生放送とかもしてるんでね、はい。高回転使いの方はね、特にはい、見てみてください。参考になると思います。というわけで、北ちゃんのチャンネルもね、はい、僕のチャンネルも、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。またね。